国土交通省が示したリニア中央新幹線の有識者の会議の委員構成案について、川勝知事は中立性に問題があると指摘しました。県はメンバーの代替案を国交省に示すため、今日から委員を公募することにしました。リニア中央新幹線静岡工区を受注している体制建設から報酬を得て業務を遂行していることから、まさに中立性を欠く人選であると。今日の会見で知事が厳しく指摘したのは、国交省が示した有識者の会議の委員構成です。国交省はリニア工事による大井川の水問題について有識者の会議を設置する方針で、今月6日に8人の委員を具体的に示しました。なんといっても水問題は日本全体の問題でもあると、国民の声を結集してですね、この難関を乗り切る必要があるだろうということから、皆様方に公募をかけたということであります。県として委員の代替案を示すため、今日から県のホームページを通じて公募を始めました。公募は今月末までで、4月中旬には国交省に代替案を示したい考えです。